こんにちは、平山茂です。今日は10月25日月曜日でございます。皆様、本日一日お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。大丈夫ですからね。あなたは大丈夫です。さあ、現在時刻は1時30分を回りました。今日は月曜日ということで、お楽しみ企画ロト6でございます。今日も買いましたよ。今日は当たるか分かりません。今日はちょっと分かりませんけれどもね、1632回ですか、10月25日抽選、当たるといいなと思っております。もし高額当選した場合には、見てくれている皆様、そこのあなた、プレゼント発動しますから、手渡しでプレゼント渡しに行きますからね。いいですか、準備しておいてくださいよ。ね。まあ、そのあたりの、もし当たった場合の詳細については、また、高額当選した時にお知らせいたしますので、ぜひ、チェックしておいてくださいよ、このチャンネルは。さあ、ではね、発表行きましょうか。発表行く前に、やっぱりあれですね。私はロト6専門 YouTuber ではございません。あくまで、皆様に、大丈夫だよ。それが言いたいだけなんですね。そしてたまに旅行に行ったり、行った旅先でね、大丈夫だよってただ言うだけなんですけど、そんなおっさんなんですけどね。はい、41歳独身、軽バンで個人で配送してるただのおじさんです。毎日を楽しく過ごしたい、そして皆様にもね、毎日楽しく過ごしていただきたいということで、こういう企画もねやっておりますので、ぜひこの後の抽選結果もお楽しみにしてくださいよ。むしろそこが一番興味あるところだと思いますのでね。ただね、結果発表の瞬間なんていうのはもう動画はちゃっと回して、結果だけピュッてお見せする形で終わりますのでね。もう実際本編、ここがメインですからね。今がメインです、この動画は。結果はもうメインではないです。おまけです、ただの。そこだけご理解していただいて、毎週月曜日はお楽しみください。さあ、皆様、本当にね、月曜日を乗り越えたっていうのはもうね、皆様、素晴らしい。もう本当に素晴らしい。僕が言うことではないですが、素晴らしいと思います。強い、あなたは強い、そして大丈夫、そんなあなたは大丈夫、絶対大丈夫、それが言いたいだけです。さあ、結果発表いきましょうかね。いきましょう。では結果発表どうぞ。さあ、結果発表いきます。今日の結果は、じゃあこちらに出しましょうかね。今日の結果こちら、1等が3口出てますね。ただキャリーオーバーなかったので、そして3口出てるので、1等は8000万と87万5700円ですね。はい。さあ、私の結果は、はい。結果はこちらでございます。残念でございました。はい。申し訳ございません。すいません。なかなか難しいですね。まあ、また頑張りますよ。頑張りますので、引き続きまた来週ですね。ロト6は来週頑張ります。
今日もご視聴ありがとうございました。ではまた明日、おやすみなさい。平山しげるでした。おやすみなさい。本当にまた明日ね。ありがとうございました。